っていきます。こんばんは。今日もね、この時間が来ましたね。まあ、今日もね、これからコンスキ TV をね、始めますんで。まあ、今日もね、本当に朝からね、とんでもない相場展開でね、まあ、本当に要人発言というかね、プーチン発言と、まあ、北からのミサイルで、もう上がったり下がったりでね、まあチャート的とかね、流れ的にはこう、いい感じで右肩下がりで来てて、で、まず1回目が今日ね、日経見ながらやってたんで、3時9分か7分かその近辺ですかね、3時過ぎから3時10分ぐらいの間にね、なんかもうロシアのね、兵隊を戻ってこいやっていう感じでね、号令かけたっつったらドバーンつって上がっちゃってね、まあ、タイミングもなんかね、本当に日経平均が終わった瞬間に、まあ、先物だけはね、10分まで回ってる間に、まあ、なんか本当にもう出来レースっていうかね、タイミングでみたいな。まあ、本当に株価が終わってから、まあ、株自体はね、本当に50円ぐらいかね、60円ぐらいプラスで終わってたところに、まあ、そういう報道が流れて、で、一気に、まあ、ユーロ円にしても、ポンド円にしても、ドル円にしてもね、もう急騰勃起っていうかね、もう急騰上昇というか、まあ、本当にピンコ立ちでね。で、その後、まあ、ちょろちょろこう、まあ、揉んでるっていうところですよね。まあ、本当に、ひでえ相場ですよね。昨日から言ってますけどね、もう今週はね、まあ私みたいにポジション持っちゃってたらやるしかないですけど、ポジションがない人はやるべきじゃないですよ。まあ本当にね、テクニカルとかうんぬんじゃないんで、まあ戦争とね、要人発言と、まあ本当に今週はね、でかい雇用統計も控えてますし、まあ本当にファンド勢のね、もういたずらごとのね、動きしかないんで、まあ先週から見てたってね、正直言って141円から買ってた人が、まあ本当にね、大げさじゃないですけど、我慢さえしていれば戻ってはくるんですけど、まあまだ足りてはいないですけどね、完璧に全戻しはしてないですけど、月曜日の朝ね、蓋開けてみりゃ、もう本当にね、まあ大げさに言っちゃったら138円まで、まあポンド円もドル円も同じなんですけども、まあ本当になんかね、こう、テクニカル的とかね、自分の読みが間違えてね、外れちゃったっていうんじゃねえですから、まあ、勝ってる皆さんもね、まあ、勝ってる私も、負けてる私も皆さんも、ただの運だけなんでね、これは。まあ、本当に運だけでね、戦うほど、なんかこう、虚しいというか、運だけ勝負にお金をかける、なんかこう、私も自分で今日はバカかな、みたいなね、今日昨日ね。まあ、本当にそういう意味でね、今週はもうポジションない人はやるべきじゃないですね。本当にやんない方がいいですよね。まあ、ドル円もやっぱりね、戦争が終わるとかね、まあ、緊迫が解除されるとかになれば上がるって言ったように、ただそれだけで上がってるだけなんでね。まあ、やっぱりテクニカル的とかそういう目じゃ、やっぱり下げの目がどうやって強いわけなんで、まあ、ほんと J さんじゃないですけどね、普通の目だけで見てったり、テクニカルでいけば、下げしかないんで、今ね。でも、本当に要人な発言とかね、まあ、ユーロですら金利の問題とか、まあ、緩和縮小とかね。まあ、私もちょっとね、いろいろ昨日もニュース三段拾ってニューヨークの動きも見て、まあ、今週水曜日ぐらいかね、木曜日ぐらいまではプーチンもね、戦争じゃないですけど、はったりね、強がりやると思ってたんですけど、なんかね、銀行口座から何から凍結なんていう話になっちゃうと、やめちゃいますみたいなね。まあ本当に情けないというか、まあ出来レースというかね。まあ今回はね、やっぱパラリンピックとかもあったんで、プーチンもね、その中でね、ああいう発言してたんで、もうちょっとね、なんかえぐくなくても抵抗するのかななんて思ってたんですけど、結局平和的解、まあまあ平和でね、なんとかこう改善したいみたいな。だからまあ結局、石井さんじゃないですけど、私も皆さんも全員の相場師がね、世界中の。まあこのお茶だけにね振り回されて、まあ本当にね